ヒコニャンと握手する、島サコニャンヒコ市11月島サコニャンは、彦根、ね、町の駅戦国丸のマスコットキャラクター。通称、サコニャン。コミュニティ FM 局の FM ヒコネでパーソナリティを務める、山本ひまりが、国宝、彦根城、築城400年祭のキャラクターである、ヒコニャンを引き立てるために、戦国時代の武将、島サコに由来のキャラクターとして、 イラストを描いたのが始まり。後に、島左近の主君である、石田三成をモデルにした、石田三にゃんも作られた。敵キャラとして作られたと言われているのは誤解、との作者のコメントがある。2008年10月25日から26日に、開催された、ゆる、キャラ祭りに彦根木ぐる、ミサミット2008では、彦にゃんと並んで、ホスト役となった。 はっきりと明言されているわけではないが、島左近が猫に転生したという設定でメディア展開されている。プロフィールによると、400年前から、城下町の七曲り仏壇街の古い蔵に密かに暮らしていたらしい。性格は、そやで、武骨。普段は、ひょうひょうとしていて、それでいて切れ者であり、でも心根は優しく、いつも、義理と人情に命をかけるとされている。 柴良太郎の小説、関ヶ原を読んで泣くなど涙もろいところもある。好物は日本酒やドブロク。特には奇襲戦法や待ち伏せ作戦。かつての主君である石田三成こと石田三にゃんとは2008年4月6日に、助和山山町で行われたイベント内で400年ぶりの再会を果たした。現在、石田三ゃんとは彦根。 町の駅戦国丸で一緒に暮らしており、地元イベントや戦国関連の催しなどに二人揃って参加している。また二人の生活は、同組合ブログ内にて写真付きで、不定期報告されている。表金で元気いっぱいの島さこにゃに、石田光にゃ、んがへききするといった内容のショートストーリー仕立ての日記が多いが、基本的にはとても仲の良い主従として表現されている。 ありがとうございます。